はい、それじゃあ毛染めします。いちごからで NB5 が 24g、 2液が 120g で毛染めします。でも伸びがいいかな。髪伸びますよね。いつもだと行きたいなと思って1週間ぐらいずれるんだけど、今回は行きたいなと思ったところで来たので、いつもより多分間隔が1週間か10日ぐらい短めで、そうですね、切ってから多分1ヶ月と、そうだね、1週間か10日ぐらいで今切ったんだと思うんですけど、うん、でこれで基礎切れると、でも伸びてるもんね、うん、でこれで基礎切れちゃうと白髪もいっぱい目立っちゃうし、うん、髪の毛ももうバサバサ、今日もお天気悪くて湿度が高いと、ね、うん、広がっちゃうので余計多そうに見えて、そうだね、だから鎌田さんがいつもおっしゃるけど、1ヶ月ぐらいのところで来ると本当はそんな伸びた感じもなくて、そうだね、だから来週から、ね、学校の方も2学期始まるので、はい、またね、始まんないうちに来た方がと思ったので、うん、今日話したんですけど、そういえばあれ、ローション使ってる？ちゃんと、あのもらったお水のやつですよね、うん、私アホで2本なんかでもらってあって、どっちもミネラル22って書いてあるだろ。あ、書いてあったかな、書いてない、どうだったんだろう、なんかもうもらっていくとどっちがどっち、なんかそれでね、うん、あの手でちょっと出してさ、舐めてみるわかるよ。なので渋酸っぱいから、ね、そうするとね、このパサつきが収まる、うん、はい、とかなんかあれ飲んでもいいよって言われたお水があったり、ああ それはそっちの方、そっちが渋酸っぱい、両方いいんだけど、うん、だいたい話聞いてってもう家帰ると分かんなくなる、本当に頭が良くて、うん、みんな同じだから電話するね、ホンドレーションだからなんか、うん、他の例えば化粧品屋さんとかに行ってなんか商品買って、うん、その場でこれに説明してもらうんだけど、うん、持って帰るとわけわかんなくなっちゃって、もう一回行ってどういうんでしたっけみたいな、大体そんな感じ。いいんですよね、もうその場でちゃんとメモして聞けば、うん、持って帰って見ればわかるんだけど、もう見てもわかんないほどバカになっちゃった時には本当に困ると思うんだけども、何も書かずに聞いたことは大概わかんなくなっちゃうって、あ、それとね、うん、はいはい、もう次回来た時は多分大丈夫なんだけど、今度はこのイチゴカラーのシャンプーが出るからさ、え、なんかこう洗いながらちょっと白髪が染まるとか、そういう、いや、そうじゃなくてシャンプー剤、あ、なるほどなるほど、別に染まりますとかっていうんじゃなくてね、うん、うん、シャンプー仕上がりがサラサラになるやつ、あ、なるほど、で、肌荒れが極端に減らない、肌に負担がかからない、なんだ、うん、相当高価ですか、そうでもなく、高価高価、あ、いや500cc でね、うん、1200円、あ、じゃそんなじゃないかな、500ってどれぐらい、あ、ペットボトルか、ペットボトル1本、あ、そっかそっか、じゃそんなにものすごくでも、うん、市販のちょっとお高めぐらいかな、そうだね、うん、あ、そうなんだ、中身だけ500円ってことで、だから、あ、じゃあ詰め替えもあるってこと、詰め替えで売るってこと、中身だけ500円、1200円ね、うん、私だからペットボトル持ってきてもらえば一番いいんです、ああ、なるほどなるほど、うん、で何かうちでこうにポンプかなんかのに入れ替えて使えば、入れ替えて使ってもいいね、あ、なるほどなるほど、うん、それはシャンプーだけ、とりあえずシャンプーだけなんですよね、うん、あのまだ出たばっかりだったんで、まあ、注文してないんだけど、うん、そうなんだ、じゃあシャンプーだけ買って、そうだ、ね、あとその後トリートメントが何かしたければ、うん、自分が使ってるので、そうだね、その後すればいいってこと、とりあえずやってもらえばね、まあ、そのうちトリートメントが出るかどうかちょっと分かんないんだけど、ね、でも本当シャンプーとかトリートメントは、うん、ね、ま、毎日のことなんで、そう、ね、そう、合わなくて、なんかよく
温泉行ったりして自分の持ってかなかったりとか、あとはねホテルとか泊まりに行った時にやっぱり置いてあるやつ使ったりすると全然最悪だね。使い勝手が悪くって髪の毛キシキシしちゃって非常に嫌な感じになってしますよね。であの海面活性剤の量がね、うん、少ない。あ、少ない方がいいんですよね。肌に肌荒れはさ海面活性剤になってて、うんうん、だからその量がね少ないから肌に負担になるかと、うん、この肌の負担が軽くなる、うん、
塗り終わりましたので、これ一旦止めます。